はいどうもどうも、アローラビット。今回はポケモンダイヤモンドパールの中で言われているポケモンの 90% は進化に関係しているっていう証言がね、本当なのかどうか実際に試してみることにします。で、ダイヤモンドパールの時点で、登場したポケモンがですね、493匹で、そのうちアルセウスとか、シェイミとか、その辺はですね、発売時点ではまだ公式発表はされてなかったんですけど、一応データは入ってるので、それもねカウントしていこうと思います。で、あくまでもこのダイヤモンドパールの時点でなので、メガ進化とか、それ以降に、要はブラックホワイト以降に追加されたポケモンに関しては除外してます。で、じゃあ一体ね、493匹の 90% って何匹なんだっていうことをですね、計算したところ 443.7匹だったんですよね。なので少なくとも443匹は、いないと、七かまど博士のですね、研究は、大嘘ということになってしまいますね。なのでそれを検証していこうと思うんですけども、一応進化に関係してるっていうことを言ってるんで、まあ進化するか、もしくは進化したポケモン、あるいは自分自身は進化はしないんだけど、何かしらの形で進化に関わってるポケモン、っていうのが、対象になりまして、それ以外の全く進化しないとか、他のポケモンの進化にも関わってないっていう場合は、進化しないものとしてカウントしていきます。で、一応このウィキペディアのポケモン図鑑と、あとはこの、まあ、ウェブで見つけたカウント、数をカウントしてくれるアプリを使って、進化しないポケモンを、カウントしていきます。進化に関係してないポケモンをカウントしていって、最終的に493からその数を引けば進化に関係するポケモンの数がわかるので、それでこう求めていこうかなと思います。じゃあ始めましょうか。不思議だね、不思議そう、不思議バナ、人影、リザード、リザード、うん、ゼニガメ、カメール、カメックス、この辺は全員進化するか、もしくは進化したポケモンなので、大丈夫ですね。こんな感じでちょっと続けていきます。あ、いました、カモネギ。カモネギはですね、進化しないし、進化、何かから進化することもないし、何かに進化することもないし、他のポケモンの進化に関わってるわけでもないので、カモネギ、これ1カウントですね。で、それからエゴースボス銀河、イワークは初代の時点では進化しないんですけど、金銀でハガネイルが追加されたので、これは、進化するポケモンとしてカウントします。サイホン、サイドン、ラッキーもいる、モンジャラも大丈夫、ガルーラですね。ガルーラは一応 XY でメガ進化を手にしてるんですが、ダイパ発売時点ではメガ進化っていう存在そのものがないので、ガルーラは進化しないものとしてカウントします。タッツ、シードラ、でバリアードもマネネがいる、ストライクもハッサもいるでしょ。この辺もベイビーがいて、カイロスですね。カイロスは進化しないで、ケンタロスも進化しないね。でコイキング、ギャラドス、ラプラス、メタモン、ホンデ、イーブイ、シャワーズ、サンダース、ポリゴン、オムナイト、オムスタ、カブト、カブトプス、プテラ、プテラも進化しないですね。でカビゴンはゴンベがいる。でフリーザー、サンダー、ファイヤー進化しないですね。でミニ竜、白竜、カイ竜は進化する。ミュウツーとミュウ、これもまあ進化しないですね。うん、というわけで初代で進化しないポケモンは12匹ですね。この時点では9割、ちゃんとキープできてますけど、世代が進むごとにどうなるかっていうのが見ものですね。じゃあ第2世代も進化しないポケモンを探していきます。で闇カラスとかムーマとかもこの辺も追加がなされてまして、アンノーン進化しないね。で、そうなんです、キリンリキ進化しない。であとノコッチも進化しないね。でグライガーは、グライオンがいるし、ハガネール、ブルー、グランブル、ハリーセンも進化しない。あとツボツボも進化しないね。だいぶ増えてきましたね。ヘラクロスも進化しない。ニューラはマニューラがいる。でマグマック、マグカルゴでしょ。サニーゴ進化しない。おお、なんか金銀だと無進化ポケモンが多いですね。で、鉄砲王、オクタン、何気に知らない人もいると思うけど、タマンタの進化条件って手持ちに鉄砲王と一緒に入れてレベルアップですからね結構知らないんじゃないかな、意外と。これまあいいや。でデリバードも進化しない。で、マンタインはタマンタがいる。エアームド、
で、デルビル、ヘルガ、キングドラ、ゴマゾドンパン、オドシシも進化しないよね。で、ドーブルも進化しない。バルキ、カポエラ、ムチューレ、エレキット、ブビー、ミルタンクも進化しません。多いな。で、ライコー、エンテ、スイクンでしょ。ヨギラス、バンギラス、ルギア、ホウオウ、セレビということで、金銀まで行くと、251匹中30匹が進化しないってことなんで、この時点でちょっと 90% 割ってますよね。これ大丈夫か、大丈夫かな。まあこっからね、怒涛の追い上げを見せてくれることでしょう。じゃあ行きましょう、ルビサファ世代ですね。第3世代いきます。お、抜け人は確かに直接的に土人とかから進化するわけではないんですけど、土人から鉄火人に進化するときに副産物として生まれるものなので進化に関係してるっていう風にカウントしましょう。で、ゴニョニョ、ドゴーム、バックオング、幕の下入っても、ルリリ、ノズパスは大ノーズがいる、エネコ、エネコロロ、ヤミラミ、クチーと進化しないですね。メガ進化もないんで。で、チャレム、ラクライ、ライボルト、プラスル、マイナンも進化しないね。で、バルビートとイルミーゼも進化に関わってない。ロゼリアはロズレイドいる。で、ゴクリン、マルノーム、キバニア、バネル、ブーピック、パッチール進化しないね。それからサボネア、ノクタス、チルット、チルタリス、ザングース、ハブネーク、ルナトーン、ソルロックと。大丈夫か、めちゃめちゃ増えてるぞ、未進化ポケモンが。はい、ポワルン、ハクレオン、で、影坊主、ジュペッタ、ヨマール、サムエル、トロピウス、チリーンはリーシャンがいるし、アブソル、で、そうなのでしょ、雪嵐、鬼氷、パール、ハンテール、ジーランス、ラブカス、で、レジロック、レジアイス、レジスチル、ラティアス、ラティオス、カイオーガ、グラードン、レックーザ、ジラーチ、デオキス、増えすぎじゃねえか、これ。ルビーサファの時点で57匹と、進化しないポケモンね、ここまで来ちゃってますね。まあ、こっからね、え、ちょっと待って、これさ、こっからもしダイパで1匹も、まあ、全員進化に仮に関わってたとしても 90% は割ってないか、これちょっと待ってね、一応やろう、ナイトル、林がメドダイトス、まあ、この辺の御三家とか序盤のポケモンは全員進化に関わってますね。ミツハニ、ビークイン、パチリスが進化に関わってない。スカタンク、ドーミラー、ドータクン、ソハチ、マネネ、ピンク、ペラップ、ミカルゲでしょ、スコルピ、ドラピオン、グレックル、ドクロック、マスキッパ進化しないですね。マスキッパ、ちょっと待って、これ大丈夫か、マスキッパ、タマンタ、雪かぶり、雪のマニューラ、ジバコイル、ベロベルト、この辺はもう全部進化組だから、追加進化組だから大丈夫でしょ。で、ロトムも進化しない、あれはフォルムチェンジですし、うん、そうだね、進化ではないね。で、ユクシー、エムリット、アグノム、リアルガ、パルキア、ヒードラン、レジギガス、ギラティナ、クレセリア、フィオネもだね。フィオネもマナフィーに進化すると思いきやしないんで、フィオネ、で、マナフィー、ダークライ、シェイミ、アルセウスということで、ダイパの時点で進化しないポケモンが76匹と。ということは、493匹のうち、この進化しない76匹を引くと417匹という結果になりました。で、この417匹が進化に関係してるってことなんだけど、じゃあこれが一体割合で言うとどれぐらいかというと、84.5% ですかね。 84.5%、ちょっとこれはね、 90% とは言えないんじゃないでしょうか。まだね、88% とかさ、死者誤入して 90% っていうことにするんだったらわかるんですけど、全然 90% に届いていませんので、結論から言うと、七かまど博士の発表はですね、大嘘だったっていうことですね。はい、残念なことに。で、まあちょっと言葉のあやみたいなもんで、進化に関係しているっていうね、この定義があやふやなんですよね。例えばミュウは、全てのポケモンの遺伝子を持つとされてるから、進化に関係しているとかって言われちゃったら、それはもうどうしようもないし、アルセウスが宇宙を創造して、パルキアとディアルガが時間空間を作ったから、
そのおかげでポケモンが進化できるんだ、だから関わってるとか言い出したらキリがないんですけど、まあね、こうやって現実的に進化に関係してるかっていうのを見てったところ、90% に及ばず 84.5% と、四捨五入しても 85% という結果に、なりました。まあこういうふうにね、世の中にはまあ嘘がね、さも本当かのようにこう広まってることとかもあるんで、まあ視聴者のね、あなたもこう気をつけていただきたいの。こうやって自分で検証してみて初めて真実が見えてくるみたいなねこともあるんで、大げさですけど。なんでまあ世の中のね、こういう嘘に、騙されないようにしましょう。でちょうど今僕ダイヤモンドの実況プレイを、YouTube ライブの方でやってたりしますので、そちらも見に来ていただいて、チャンネル登録、グッドボタン、コメントなどねしていただけると、楽しめるんじゃないかなと思います。ではでは、最後までご覧いただいてありがとうございました。さよならビット。